イズアップさせるしかないかな。おお食った。おおでかいぞ。食ったけど、いや乗せられなかった。食いに来たけど。水面が優勢ですね。メガドック？やめよう。やめよう。あ、これもシーバスだ。シーバス見えるようになって。なんかリアクション的要素がない。あ、追ってるな、でも多分。あ、でかい。でかい。お、すごい群れ。でかい。でかいっすよ。でかいぞ、これ釣れたら。魚がでかい、ここ。数は少ないけど。なんかルアーがあったら途端に多分、オッケーって感じで食う。いや、なんとも言えないんだよね。何が目的なのかがちょっといまいち。おっしゃ、食った。おーし、下から食い上げてきましたね。おっと、いやー元気ー。わたーす、やったー、サンキューです。はい、ライザーベイトの009番ね、ホッパータイプのやつでいいバスが釣れました。あ、バスじゃ、いいシーバスが釣れました。久しぶり、昼間のね、ミノーで、ミノじゃないライザーベイトで、なんだろう、あ、ポロッと取れたな、ポロッと。こんな感じでね、反応するようになってきたんで、引き続き頑張りたいと思います。はい、綺麗なシーバス。じゃあ逃がします。ありがとう。じゃあ頑張ります。お、鳥山に接近中。ラバーの思い出。おっしゃ、来ましたよ。うん、なんか浅いところでハマり出しましたね、ようやく。多分シーバスだ。さっきトラのグーフのトラ、うん、綺麗なやつがわかりますね。あ、すいません。もう、おお元気。おお連発。おお太くなった。はい、ライザーベイト2匹目。長さもね、いい感じの長さのが釣れるようになってきてくれましたね。これで下からヒャヒャヒャって食い上げさせてくると、表層でバッコシ食ってくれます。じゃあね、逃げてもらいます。ライザーベイト 009P ね。はい、これ大きいのも追ってましたからね。あっちの浅いレンジのとこ狙ってると結構70のペアリングしてるみたいなやつとかが結構優しく、ふわん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 っていう動きですね。全部早くちょんちょんだと全然当たんないんですけど、これ沈みます。水面直下で、わーわーわー、左右
そうですね、1オンスぐらいあるんで、沈めて下からこう最終的にこう水面でポップするんですけど、基本は一回こうバーって沈めて、あ、追ってる。で水面までギランギランギランってドッグウォークさせながら引き上げてくると、なんか途中なりで、重いからナイロンの12でもめっちゃ飛んでくれるんで、バス用なんですけど、でもバスよりこれ絶対シーバスの方がハマるだろうなと。そんな今年鬼ボイルに合わせることできなかったしな、結局全然ないっすよね。なんかあのベイトプアだったとこの方がシーバスは見えましたよね。この下にいればいいんだけどな。あ、でも水深的にはさっきと同じぐらいに、はい、誘い出しやすい水深の。あとなんかさっきより潮ガッとちゃんとなんか流れ出してくれてるんですかね。なんか船の流れがあの序盤よりスーって流れてくれるような。釣れねえかな、でっかいの。あの釣り方なんですけど、まずライザーベイトです。さっきちゃんと入れ食いだスイッチを入れてから頑張って、ちゃんとちゃんと釣りにかかってるんで帰り一人だけ坊主のやつがいるっていじられないように。はーい、よーし、釣るぞますね。なんかほんとソフトタッチにしたら途端に反応してくれるようになりましたね。ちょっとドラグ最初出したんでちゃんとやる。やべ、先手いって、先手いっちゃった。マジだろ、あはははありがとうございます。はい、3匹目。結構ね、引いてくれたんででっかいかなと思ったんですけど、ライザーベイトの009番。結構ねすごい飛んでくれるんで、すごい一気に広範囲を探ることができまーすね。秋っぽい始末。はーい、美味しそうだけど今日はちょっとクーラーがないんで逃がしてあげます。頑張ります。お、いいサイズですね。なんかどれもこいつもまあまあうまそう。そうですね、うん、沖からスッと上がってきて、お、すげえ、頑張って、こういう方だけ。おっしゃ、はい、おっしゃ、おー、もう一回来た。入れ食いだー、スーさん、魚だらけだ。どっから、どっから、スーさん当たった一瞬。こっち借ります。大丈夫、あ、魚いる、スーさん、ス
そうだ、船についてる魚、魚ついてる、これ掘れだよ、これ掘れだよ、これ俺も今かかったけどジャンピングダブルジャンこれも E サイズじゃん、これも美味しそうだ、ここでちょっと離さないついてるよ、ついてるよ、スーザかけろ、他にもいっぱいいる、いや俺いっぱいいる、これ全部シーザーすごい超ついてきてんじゃんお前、よいしょ、ありがとうございます、サンキューです、はいはい、ライザーライザーベイトで来ましたよ、よいしょ、はい、こんな感じでへこすれますよ、